んにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、千葉県に来ております。向かう先はですね、千葉県の養老渓谷の温泉宿に向かいます。去年の今頃も確かね、養老渓谷行ったんですけど、その時は念願の黒湯に入ることができなくて、今回はですね、黒湯ですね、入ることができますので、またね、あの千葉県のあの外房の方の黒湯とは違う成分みたいなので非常に楽しみですね。それでですね、いつもは観光地に行っていたのですが、もうね、千葉県行くところがマジでもうなくて、皆さん教えてください、いいとこあったら。本当にないので、もう宿近くまで行っちゃいます。なので今日は出発もね、少し遅めなんですよね。あと30分くらいで着きます。それまで運転楽しみます。デイ、雪が溶けて川になって流れて行きます。涼しいのこが恥ずかしげに顔を出します。もうすぐ天気いいわ。千葉県のこの景色好きだわ。道の駅ながらに着きました。トイレ休憩ですね。前ここでお弁当買って、この休憩所で食べましたね。あ、なんか人いるから映すのやめとこう。そういえば、あの4月から6月にかけての全国支援割なんですけれども、なんとか無事取ることができまして、あと2、3回は支援割を使っていくことができます。ただね、千葉県しか取れないんですよ。何回去年から千葉県来てるんだっていうぐらい千葉県来てますね。何この道、初めて来た。このトンネルすげえ。養老渓谷の駅に来ました。これ観光案内所だって。見てみよう。いい雰囲気。なかなかここ来る機会なかったんですよね。何回も素通りをしてたんですけど、足湯があるけどやってないのかな。駅前まで行きますか。そして結構あのたくさんの観光客の方がいらっしゃいますね。無人かと思ったけど全然いますわ。さあどこまで行けるかな。あ、人いそうなんでここで一旦ストップします。十分この駅見てるだけで楽しかったですね。で、宿がもうここから3分で着いてしまうので、養老渓谷の温泉街を歩いてみようかなと思います。到着しました。本日宿泊の天竜荘さんですね。まだチェックインまで1時間ぐらいあるので、この辺りの温泉街を散策して、時間を潰してからチェックインします。隣が養老渓谷入り口駐車場で結構にぎわってますね。あの天竜荘さん自体も車が何台か止まってて、日帰りなのか分かんないですけど、混んでんのかな、どうなんだろう。この水は養老温泉源泉、源泉黒いね、黒い黒い、わかりますか。暑いのか。あ、ちょっと冷た、冷たくてびっくりした。それではまずこちら、結構廃墟が見えたんですよね。そしてあと大きな赤い橋も見えたので、そちらまで歩いて行ってみます。
もう食事どころもにぎわって、ああ中丸見え、中見えちゃう。やってないね、やってないに決まってるよね。あの養老館ってね、もんやるんですけどね、これはやってんのかな、やってなさそうだな。養老館、楽天とかで見たことあったような気がしましたけど、いやそんなことないな、これはずいぶん前からやってないわ。はいてですね、この辺りではかなり大きめなホテルだったんじゃないかな、きっと。着きました。これが見えたんですよね、車の中から。出世観音、観音橋渡ってみますか。角度がすごいぞこれ。あ、雲の巣が。いや眺めいいよこれ。こんな感じですよ。この辺りは大規模の温泉宿がもう結構廃業してて、小規模な旅館宿が結構ね多いんですよ。しかも口コミ評価も良かったりしますね。この宿もここが露天風呂だったのかな、これぽいぞ。結構あれだね、道路真横よ。ああ、車内からこの角度でこの赤い橋が見えたんですよ。結構インパクトありますよね。風が強くなってきた。あー、これも宿だったっぽいですね。岩風呂さんっていいのかな。今日素泊まりにしようかなと思ったんですけどね、ただ飲食店がやってるのかやってないのか分かんなくて、夜さすがに危ないなと思って、夜ご飯付きで今日は宿泊します。飲食店結構あったけどね、突然休みの可能性ありますからこういうところって。遊歩道に来ました。崩落してるため通り抜けができないと。高分堂っていうのかな、それ見てみたいんですけどね、あるのかなこっち。結構迫力すごいですね。気持ちいいな。虫がすげえわ。ただアユいないかな、アユ危なっ、アユいないかな。あんまり水質が綺麗じゃないんだよな、養老渓谷って。めっちゃいるわ、稚魚が、小さい魚、何の魚か分かんないけどかなりいますね。高分堂跡がどうやって行くか分かんないんで、あと前にも行ったことがある2階式トンネルだっけな、そこを見に行ってみます。このマス釣り場は一回来たことありますね。ここでマスを釣って、中で食べたことあります。結構価格も比較的安くてすごい良かった記憶がありますね。見えてきました、向こう山トンネルだっけな。前はここを歩いてきてないんで車で、通り抜けただけなんですよね。少し不気味な感じもありますけれども、人気スポットらしいですよ。では入ってみます。
来ました。人がいらっしゃいますね。そして風が強い。一旦通り抜けちゃおうかな。ここは週末とかはきっと車の行き来が激しいので、なかなかこうやってゆっくり撮れる機会はないと思うんですけど、平日も人いましたね今ね。で、ここを出ると宿があるんですよね。川の家さん、これも結構楽天で見ますね。興奮堂行きたいんだけどな。あれ、あっちかな。ここも宿がありますね。え、鯉がいますよ、あそこに。逃げないのこの子。興奮堂あと行けますね。よかった、せっかくなので行きますか。多分もうなかなか来る機会もないからね。養老渓谷ってアーマタの滝近くの渓谷沿いしか歩いたことなかったんですけど、全然こっちも綺麗だし涼しくて歩きやすいですね。おすすめですね。着きました、興奮堂。あとおそらくこれですね、昔ここがトンネルみたいに上がつながってたらしいんですよね。それが1979年だかそれぐらいに崩落したそうです。でここも一つの観光スポットとして人気があるみたいですね。綺麗な場所ですね、すごく。ただやっぱり綺麗じゃないんだよな。それではチェックイン時間が近づいてまいりましたので、本日宿泊の天竜荘に向かいます。で今日行く観光地、観光スポットがないない言ってたんですけど、なんやかんやね1時間半ぐらい楽しんでしまいましてね、3カ所ぐらいスポットとしては行けたのかな。ぜひ皆様も来てみてください。ここら辺ねほとんど有料駐車場なんで、数百円払って見に来ないといけないですけどね。それでは宿編は概要欄 URL より、続きをご覧いただけたら嬉しいです。では一旦失礼いたします。バイバーイ。お部屋紹介です。トイレ、そしてお部屋ですね。反射しちゃうからなかなか出れないな。あるの、ちょっとここにあるかな。ではわかりますか、カランの黒湯、これは衝撃。